だから真似していいバッターと真似しちゃいけないバッターっていうのがいるんだ。だから昔で言えば王さんの一本足と落合の打ち方と一郎の打ち方だけは絶対真似するなっていうふうに言われてたけども、真似する子供たちが多かったっていうことでしょ、はい、